こんにちは、野球もチャンネルの時間です。編集長の武田浩二です。新年早々ということで、2022年、第1回の録音でございます。今日も、ビブリオの小野さん、よろしくお願いします。はい、今年もよろしくお願いします。はい、今年もよろしくお願いします。そして記録担当田畑さん、よろしくお願いいたします。今年もよろしくお願いします。はい、そして MC は鈴木さん、今年よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。皆さんどうも、明けましておめでとうございます。はい、はい、もうだいぶね、過ぎちゃいましたけど、はい、はい、皆さんお忙しそうで、はい、まあ、でも武田さん、今日はですね、その新年にふさわしいというか、もう華々しいですね、選手を取り上げようということで、昨年から続いてます、プロ野球新人王、満票列伝ということで、はい、はい、新人王ね、毎年、ね、選ばれますけども、その投票でですね、満票を獲得した、選手を取り上げるというコーナーですが、はい、今回は、杉浦忠志ですね。はい、で前回の長嶋さんをやりまして、はい、まあ、同じ年に、セリーグパリーグとも満票だったというのはこの年だけだと、まあ、最初で最後、最初で最後、今のところ、はい、うん、まあ、巨人の長嶋茂雄と、南海の杉浦忠史投手と、はいはい、でその上同じ大学を出てですね、まあ当時の立教っていかにすごかったとよくわかるようなことでもありますね。そうですね。でしかもね、セリーグパリーグ分かれて、ね、もう大活躍ということで、そうです、前回は長嶋さんの、まあ、打者としてのね、はい、すごく素晴らしさというか、すごさありましたけど、今回は杉浦さん、投手としての成績を振り返っていこうと思いますので、はい、じゃあ、ちょっと早速、はい、はい、まあね、昨年に引き続き、ここら辺はいつも通りですけど、ビビオの新人王の項目等々が書いてありますので。はい、まあ、ここは流す感じで、次がですね、はい、はい、でこれが、1950年から89年のプロ野球新人王獲得者の中で、満票出たのがたったこれだけだと、いうことですね。はい、で今、武田さんから話し合ったように、58年は、長嶋茂雄と、杉浦忠史の2人が選ばれましたと。うん、そうです。しかも満票ですと。満票ですと。はい、ということで、じゃあ次、はい、杉浦さんの。はい、背景を紹介しようかなと思います。はい、はい、まあ、長嶋さんは昭和11年ですけど、杉浦さん昭和10年ということで、早生まれの長嶋さんなんで同じ年だということですね。はい、なるほど。で愛知県で今の豊田市に生まれまして、まあ、あの衣というと衣町ちょっと読みにくいんでひらがなをねつけましたが、はい、で、まあ、高校も地元の高校を出て立教大学入り、南海ホークスに入団したと。現役は全部もう南海ホークスですね。はい、その後近鉄課の、あのコーチとかもやったりはしてますけど、はい、まあね、あのね、小野さんの、ね、まあ、古本とかを扱ってらっしゃって、どうですか、杉浦さんの人気というか。まあ、この時代のね、南海っていうのは、まあ、南海全体が割と人気ありますよね。まあ、一種黄金時代ですよね、南海もね。この時期10年間、パ・リーグ、セ・パ分かれてから10年間ぐらいは、もうかなり南海が優勝してますね。っていうのもあって、まあ、やっぱりどうしてもいろいろな分は巨人中心に回ってる感じはあるんですけど、こう本の世界でもね。週刊ベースボールの表紙なんかを見てみると、やっぱりその時活躍した選手がこう表紙になるでしょ、割とその杉浦さんなんかはね、何回かやっぱり表紙になってますし、何回の選手は割と表紙になってるの多いですね、ベースボールマージャンとか月刊誌、あと野球界なんかもなので、まあ、その辺がやっぱり人気のほど、当時の人気のほども伺えますし、まあ、当時ね、何回と日鉄が同じぐらい。大体この昭和33年、日鉄も強いですから、はいはいはい、まあ、いろいろあるんですけどね、ありますけども、まあ、どっちもそれなりにやっぱり、両方ともまあ今ないっていうかね、後継の球団はあるにしても、まあ、その球団そのものはなくなってるわけですから、はい、やっぱりそのオールドファンはね、まあ、特に福岡の人間と大阪の人間は、そういうところ熱いですからね。ああ、確かにね、まあ、誇りというかね、そう、ありますからね。この時代の南海ものね、杉浦さんのものとかは、割とやっぱり人気というか、うん、そういうところありますよね。
はい、ね、まあね、僕もやっぱりこう幼心で、まあ、長嶋さんはね、当然その露出も含め、うん、メディアへの露出も含めていろいろありましたけど、まあ、でも杉浦さんといえばこのメガネがね、すごい印象的で、はい、なんかやっぱこうトレードマークじゃないですけど、ね、武田さんやっぱり杉浦さんといえばメガネみたいなところもあるんですかね。不思議なのが、うん、パリーグのその、まあ、例えば毎日オリオンズの昭和25年の新人王が荒牧さんもメガネをかけて、お、はいはいはい、で、まあ、その10年後、まあ、8年後に杉浦さんが出てきたんですけど、うん、まあ、メガネ、そのなんか物静かな男がね、燃える男の反対を言ってるじゃないですか、長嶋。あ、はい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 、まあね、いろいろと見読んだりするとわざとこう自分を、そのセリーグがちょっと当時派手だからわざと物静かな雰囲気を作ってたみたいな発言もされてるんで、その、まあ、マイプロデュースというか、うん、その辺はすごくその雰囲気の割にはちょっと自分をちゃんときちっとプロとしての意識っていうのがまた長嶋さんと違った意味であったような気もするし、うん、で先ほど小野さんがその南海のそのこの当時のもの人気があるっていうのも、特に南海は別所さんが巨人に引き抜かされて、結城進さんというピッチャーがいるんですけど、大エースってほどの成績じゃないんですよ。でだからその別所さんが何十勝にも20勝以上当たり前にしてた時代から、そのチェーンエースといって1年ごとにこう前もねお話ししたようにこう変わっていく時代から、やっと大エースが出てきたと。でその実はその西鉄が稲尾が31年に出てきて、もうボンボコボンボコ勝っていって、その昭和20年代は南海の時代でしたけど、31年からもう西鉄の3連覇が始まったので、当時の鶴岡親分をはじめ南海のファンっていうのは2位3位は行くけど優勝になかなか行かないという、ね、あ、手が届かないという、でそこにこういうエースが来たということがあるので、うん、まあ南海復興の祖みたいなね、うん、こうもう一度こうグッと上がったのはやっぱりこう野村さんもいるんだけど、うん、派手さというかこのインパクトは杉浦さんの方がやっぱあったんじゃないかなと、うん、とちょっと思うんですよね。なるほどね。まあね、うん、今でも結構語り草になってますけど、一応長嶋さんもね、南海にっていう話はね、うん、当時あって進んでたっていうところがありましたけど、うんうん、まあ杉浦さんは何でしょう、義理堅くというか、うん、ね、もう南海にこうね、それで入ったっていうところで言うと、やっぱり南海ファンからっていうかね、うん、してみたらやっぱね、偉大な選手っていうかね、ありますね。でしょうね。うん、だから鶴岡監督もやっぱりすごい信頼してたと思うし、うん、そのチームからもやっぱり信頼される何かを持ってたような気はしますよね。うんうん、まあ、そういう話っていうのは皆さんのがね、聞いてる方の方が知ってるかもしれないんですけど、うんうん、ね、まあね、田畑さん的にどうですか、その杉浦さんの、まあ、記録の面からでもいいですし、なんか田畑さんからのこう、ね、杉浦投手とはみたいなところがあれば。そうですね、やっぱりこの入って1年目2年目がね、もう、うん、特に2年目はすごい圧倒的な数字で、うん、まあこれがね、ずっともう稲尾さんのように行くかと思ったんです。まあ、そこはやっぱり、怪我とかもあって。うん、まあ、晩年は、どちらかというと、まあ、今からすると、抑え的な役割がすごい大きい、ね、うん。まあ、先発も何試合か投げてるんですが、やっぱり、抑えの元祖でもないですけど。ああ、なるほどね。うん、まあ、やっぱり、抑えとして、まあ、いい働きをしてたっていうのが、まあ、記録でもわかる。ね、はい、なるほど。じゃあ、どうしましょう。ちょっと成績を見てみましょうか、ね、そうですね、見て、はい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 、はい、もうこれがですね、もうもうとりあえずこれ、新人王に輝いた、まあ、秒で新人王を獲得した時の、33年の、まあ、全成績ですね、うん、長友さんが作ってるんですね、はい、ですね。まあね、ということは、先発プロス初登板、初先発、初勝利っていうことですかね。うん、あ、そうですね。もう開幕戦で、うん、はいはいはい、もう一番上のとこですよね。はい、そうですね。駒澤だ。
東映戦、はい、東映戦ですね、うんうん、ね、新人ながら開幕投手を務めて、うん、対東映フライヤーズ戦でプロ初勝利というところでね、うんうん、この時は30あれか、あのビジターで始まったんだ何回ね、うん、まあこう見てると、オールスターを境にやっぱり前半はすごく、はい、もう3つしか負けてないし、うん、まあ、このね黄色く第一戦、うん、第二戦ってあるところがこれがオールスター、折り返してるんですよね、うん、もうでも前半だけでもね本当にもう、うん、まあ、すごいですよねこれね、うん、優勝してますね、オールスターまでね、オールスターまで、まあ今じゃちょっとね当然考えられないです、ね、うん、あと、まあ、タバトモさんがねちょっと今のルールにすると3つセーブを上げてると、うん、あ、はいはい、だから今だったら27勝12敗3セーブという形で、うん、だからもうで試合も53試合投げてるんで、うん、まあ昔のエースですよね、やっぱりね。いや、もうね、すごいですよ、本当にね。うん、まあでもね、例えばね、この、5月20日の西鉄戦とかありますけど、うん、これが平和台でや、まあ、行われて、うん、まあ、負け投手になってますけど、うん、やっぱこうホームランがこう中西さんとかに打たれてるあたりがね、うん、やっぱりこうルーキーで、こうね、プロの壁みたいなのがちょっとあったかもしれないですけどね。中西さんに2本打たれてて、うんうんうん、やっぱり西鉄戦で1、2、ね、やっぱり3、強いチームに5、うん、で、あと毎日とか、やっぱり強いチームのバッターに打たれて、榎本喜八さんにも打たれてるし、あ、はいはい、まあ、稲尾に打たれてるっていうのはちょっとこれね、あ、8月5日にね。はい、8月5日ですね。稲尾さんにホームラン打たれてるっていう、こうやって見るとね、やっぱ打つべき人が打ってるんですね、うん、そうなんですよ、ちょっと面白いね、うん、関口さんとか当時ですね、なんかスラッグ、そうそう、5番バッターですね、桂木さんも打ってるんでしょう、そう、これ面白いね、ね、そうですね、この誰に打たれるかっていうのはね、うんうん、ね、だからむしろこれ関口さんは結構杉浦さんキラーだったのかもしれないです ね、 ね、日本にも打ってますもんね、日本ホームラン打ったりとかしてて、ね、うん、いや、この見方はなかなかできないんでね、うん、さすがタバトモデータだね、やっぱりその、まあ、299イニングでホームランが11本ってやっぱり少ないですよね、うん、いや、少ないですね、うんうん、で後半のね9月に近鉄戦で加藤と阪急に滝田っていうあまり知られてない選手に打たれてるのがご愛嬌ですよね、あ、だから疲れたなっていう感じがしちゃうんだよね、もう9月の終わり、終わりぐらい、まあね、20日、うん、まあ、14日 10日と20日にありますけど、うんうんうん、まあ、ようこれだけ投げさせたね、いや、もうね本当に1年目からね、ルーキーですからね、うん、ルーキーでこんだけ投げるっていうのはね、なかなか、まあ、当時はね、まあ、そういう常識だったんだろうからね、でもすごいね、そうで、立教って砂押監督の時代で、うん、はいはい、もう鬼の砂押しというか、うん、もう、はい、まあ、なんて言うんだろう、もう今だったらもう、まあ、軍隊式な感じですよね、そう、もう、うん、コンプライアンス的にもダメな今だったら、はい、まあコンプライアンスないからね、ないから、そうですよね、で有名な話でもう、うん、周りが暗くなっちゃってね、ノックがもうボール見えないって時に、石灰でしたっけ、そうですね、白線を引くやつをボール塗って、それでノックを続けたっていう、よくわかんないですけど、そう、長嶋茂雄物語とかでも必ず出るよね、はい、出るね、エピソードですよね、うん、だから結構こう投げすぎてると思うんですよ。あ、そのもうすでに大学時代で、うん、確か立教時代でも肩痛めて、うん、もう諦めて田舎に帰ってっていうかね、自分の戻ったみたいな話もあるし、うん、その中でこう何回で、まあ、まだ大学野球だったらね前期と後期であるんですって思うんですけど、フルシーズンをこれだけやって、まあ、これでもすごいのに、翌年もっとすごい成績を残したわけじゃないです か、うん、だから実質成績でいうと3年か4年ぐらいで燃え尽きてるんですよね、うん、確かにね、いや、だから高校時代がさっきほどお話しあった、まあ
言ってしまえば無名校だったじゃないですか。うんうんうん、そこでそんなに投げてなかったのかもしれないですよね。あ、確かにね。まあまあまあ、それでおかげで肩がまだそれをまあ消耗してなかったのかもしれないですけど、うんうん、それにしても大学とね、プロでこんだけ投げてっていうのはね。で、そうですね。で、あとまた杉浦さんって、その、まあ、僕らも野球部もで、3号の表紙に使って、ここにね、イラストとして、はい。やっぱりね、緑のユニフォームと、この投げるコントラストというか、やっぱりね、僕、正直言って一番美しいというかね、前回秋山さんとかも新人王でやったんですけど、秋山さんの投げ方ってどっちかというとちぎっては投げみたいなこう投げするんですけど、なんか杉浦さんが初めてこう何て言うんだろう、構えてきちっとゆったりとして投げるというか、そういうこう投げ方っていうか、どのフォームを見てもかっこいいというかね、するんで、すごくね、やっぱりその眼鏡をかけたその表情があまり見えない雰囲気と。でこうね、史上最強のアンダースローって言われるぐらいの、はい、うん、そのフォームの美しさと、うん、だ逆に杉浦さんをちゃんと生で見れた人ってのは本当羨ましいなと思います。うん、確かにね、まあ魅惑のアンダースローとかっていうね、イメージがついたりとかしてて、でもここでちょっとなんでしょうね、いろいろ諸説あるんですけど、なんで杉浦さんがアンダースローになったかっていう話で、うん、でよく言われてるのが、うん、もう最初はオーバースローの普通の上手投げのピッチャーだったんですよね。だけども、まあ、今お話ししてたように、メガネをかけてて、うん、でメガネが、当時のメガネは、結構そのガラスとそのセルロイド製で重かったらしいですよね。で、上手投げで投げてるときに、いつもメガネずれて、あそれがすごい嫌だったらしいですよ。うん、それでアンダースローで投げたら、そんなにメガネが釣れなかったっていう。そう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 。それでアンダースローにしたっていう諸説あるんですけどね。なるほど。そうそうそう。だけど昔って今よりアンダースローのピッチャーというかサイドスロー多かったから、うん、逆にこう転向しやすかったのかもしれないですね。あ、なるほどね。うん、今だったらもうね、コンタクトにしろとか、レーシックやれとか言われそうだよね。はいはいはい、うん、確かにね。いやだからこの、やっぱり、やっぱりこういう大エースの時代というか、うん、もう300当たり前の時代に、新人でこれだけ投げて、もうエースとして活躍したっていうのを見ると、すごいし、この田畑さん、あれですよね、このピンクのが。あ、そうですね。今で言う、これは HQS って言って、なんかハイクオリティスタート。ああ、はい。先発投手の、まあ、こう、何回投げて、何点以下に抑えるみたいなやつですね。そうですね。7回投げて2点だっけ。7回投げて2自責点以内。うん、2自責点以内。はい。多いですね。そうですね。これ、黄色が、QS で、QS、6回を3自責点。3点、ああ。まあ、先発の仕事を果たしたっていうようなね。うん、そうですね。まあ、だけど、あれですよね。5回でも1点とか0点とか。うん、まあ、すごいな、やっぱし。ね、そうそうそう。まあね、こう、今、杉浦さんの1年目の、あくまでも1年目ですけど、この成績で、まあ、ピンクと黄色が多いと。ね、うん、これ、まあ、先発の仕事を果たしてますということで。うん、まあ、ここで、見ている方にもですね、ちょっと考えてほしい、うん、まあ、クイズがありまして、うん、次にお見せするページが、まあ、あるピッチャーの、うん、1年間の成績なんですけど、うん、それが、まあ、杉浦さんとほぼ互角というか、うん、もうそういう成績がありますので、ちょっとですね、名前をあえて言わずに見ていただきたいんですけども、はい、これになりますね。これが、田畑さん、今年のシーズンですか？あ、ごめんなさい、去年のシーズンですかね、2021年シーズン。あ、そうです、2020年ですね、はい。はい。はい。これはもう、ちょっといろいろヒントが多すぎて。まあ、いろいろ、もし、そうですね、クライマックスシリーズとか、日本シリーズとかね。オリンピックまでありますからね。そうですね、そこに投げたピッチャーですけどね。はい、
まあ、あの前半が黒星で後半が連勝っていうのもこれも、まあ、あのまた別の感じで特集をしたいぐらいですけど、うん、まあ、そうですね。ということはもしかしたらあの関西のチームの大エースですかね、はい、そうですね。そんなこと言わなくてもちゃんと言えよって感じですけどね。まああのまあ、あのオリックスの、はい、あの、はい、山本由伸投手のですね、うん、成績ですけども、まあでもね、杉浦さんとほぼ互角ぐらいな感じで、ピンクの色と、うん、黄色の色がほとんどというところに、ね、うん、なってますけどね。うん、まあ、あの今みたいにね、こうきちっと分業と違うから、うん、もう一回じゃあちょっと、じゃあこれはもう、はいはい、杉浦さんの戻ってった時に、はいね、はい、僕すごくこう気になるのは、やっぱり連投って言葉が何気なく横に出てるじゃないですか。はい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 。恐ろしいね。そうですね。登板感覚、うん。あ、そうですね。あの大雑把にあの、うん、あ、サオがこれ先発で、あの白色がリリーフなんですけどね。うん、あ、まあ、白がね。はいはい、ね、これまあリリーフも結構ね、まあ山本投手はほとんど先発でしたけど。うん、はいはいはい、まあ。この時代の投手はやっぱり先発とリリーフと。うん、あ、なるほど。あ、なるほど。4月の15日なんかはこれ対近鉄戦大阪球場で、うん、リリーフで2回を投げて完了までいってるっていう、うん、そうですね、2番手で、はい、で1回だけで、あ、そうかそうか、はいはい、1、2分でってことですね、はい、そうですね、なるほど。まあ先発も、まあ、先発だとやっぱり中4日から5日なんですね、うん、うん、まあ今この新人の時だからあれだけど、まあきっと翌年が鬼のようになってるんで、うん、本当にまあ、まだいけるだろうって、その声分考えたのがね。いや、なんかね、すごい、これら辺なんかすごい具体的ですけど、うん、6月の14日の近鉄戦日生球場で、うん、あのまあ、14日は、リリーフで、うん、まあ、これ一人だけですかね、あの、うん、あ、かもしれないですね。うん、で、完了させて、次の日に先発して、7回か。そうですね、7回投げてるとか。うん、まあ近鉄だからいいでしょって感じなんですね。うん、33年ったら本当ひどい時代なんですね。あ、むしろボーナスステージみたいになっちゃう、ね、うん、そうそうそう、まあ、ここ勝たなかったらどうすんだよって感じだろうね。うん、なるほどね。そうそうそう、だからこれも22日近鉄戦でやっぱりこれあの2回2分2回3分のセーブだもんね。セーブ上げた次の日に、まあ、阪急戦で、これまたこれあれだ、セーブで、ああ本当あれで投げてるんですね、あのリリーフで、リリーフでね、うん、はい、あ、ということは3連投だ。うん、あ、そうですね。22、23、24は3連投ですね。うん、で、阪急で先発で勝ってる。はいはいはい、はい、うん。いや、すごいな。なんかまあね、稲尾さんのこと、稲尾さんもすごいからね。うん。うん、ちょっとやっぱりこの頃のピッチャーって、うん、今の常識から考えてやっぱりすごいっていうかね、うん、うん、まあ短くっていう感じですよね。うん、太く短く。そうですね。うん、後半も連投、やっぱりこの年はやっぱり、うん、ね、あの、ね、あれですよね、確か西鉄とデッドヒートしてたんですよね、33年は。そうですね。ねえ、やっとあの西鉄、もうやっと勝ったような感じですもんね。うん、最後打っちゃったっていう感じだもんな。うん、セットあと阪急もちょっと強くなった。結構抵抗してたんですね、この年。おー、はいはい。うん、阪急戦ですごい。投げてますね、うん、そうですね、確かに阪急対阪急戦が多くて、だからこれらがやっぱ山場でしたんでしょうね、8月29日、30、31日と、うん、これ3連投ですね。あれ、まあね、あれかな、藤本監督の時代かね。そうですね。あ、阪急、ね、うん、そうそう。やっぱりこうやって見ると強いチームとばっかりだね。で、ボーナスステージで近鉄とか東映とか、うん、だから最初と最後東映っていうのが笑うんだよね、俺。そうですね、10月1日はこれ、東映戦で、これはあれですか、2と2交番。途中交番。1人だけヒット打たれて交代って感じだもんね。うん、これ、調整かね。うん、もう優勝決まった後なんですよ、ね、うん、かね。ああ、でもこれ決まる前、ね。決まる前、うん、お。じゃあもう投げられない状態になってたのかな。ねえ、だからちょっとギリギリね、ちょっとその辺がね。ねえ、ちょっと投げてみたけど、みたいなね。うん、
いや、確かにね、そうですね、そこら辺はミステリアスですね。うん、そうね、まあ、結局、昭和33年も、あの南海、西鉄が優勝しましたけど、1ゲーム差なんだよね。だから、ギリギリだったんじゃないかなと思いますね。なんか最終戦、これやっぱりちょっと調子悪かったのか、変わったんですけど、なんか同点タイムリーを打たれて、それでまたこれ、次に変わったのが皆川投手らしいんですが、もうなんか素早く切り替えたという、なんか鶴岡作戦みたいな。なるほどな。まあ、ワンポイントリリーフだったんだね、きっとね。そう、結局、結果的にそうなっちゃった。それで失敗しちゃったって感じなのかな。そうですね。今でいうショート。スタートみたいな感じ、まあ、ちょっと調子悪そうだったんで、もう、もう素早く変えちゃおうっていうね。10月、その、1日、この1期以降に西鉄が抜いたんだよね。だから杉浦がもうちょっと調子よかったら分かんなかったって感じかもしれない。じゃあ何気にこの10月1日の試合は結構大きな意味があった、ね、結局10月1日は勝ったけど、あと2連敗してんだよね。だその後何回が、打っちゃったっていう感じです。で平和台で9月の28日こう最後の西鉄戦で負けちゃったんですよね。ほう、1回と 3, あの 3, 3分の1しか投げてないのね、連投で。中西に先制スリーラン、うん、あーそうですね、なるほど。いや、ね、先制スリーランは痛いですね、ちょっとね。もうさすがに息切れって感じかな、ここね。なんかそんな感じしますね。なんて感じだね。だってね、だってそれこそ、さっき武田さんも言ってましたけど、その大学生の時はだって、フルシーズンっていう概念があんまないじゃないですか。ね、春のシーズン、秋のシーズンみたいな。はい、で、これね、1年目からもうほぼ追い違えてるっていうか、追い抜けてるわけですもんね。で、この28日の、あの西鉄戦は稲尾が32勝目を挙げてるんですよ。そう、だからもうなんて言ったら、もうあの稲尾さんも負けられないし、でやっぱりこのなんて言うんだろうな、こう、うっちゃるというか、下克上って言い方おかしいけど、追い抜くって感じは本当に西鉄に合ってるよね。最後こうグッといくっていうかさ、エンジンかける、ターボかけるというか。で南海がやっぱりある意味パリーグの名手だったから、ちょっと巨人的な感じで、よく巨人が優勝逃す時って中日とかさ、最後こう打っちゃっていくような部分あるじゃないですか。なんかそんなやっぱり西鉄がちょっとこう野伏軍団というかさ、するから、ちょっとこの南海はあのやっぱりさすがに杉浦の1年目のピッチャーにはちょっと支えきれなかったような感じだったんだろうね。まあね、まあ、もちろんよくやったってなりました。いや、もうすごい。だからいなかったらもっとダメだっただろうね。ね、そういうことですよね。そう。いやー、なるほどね。だから最後のこのデッドヒートっていうのはね、面白いよね、やっぱり。ね、当然当時の野球ファン、プロ野球ファンはね、熱くこう注目してね、やっぱり。ファンの中でもインパクトを、ね、与えた投手であることは間違いないですもんね。そうなんですよ。だからあのチーム打率も南海の方がいいし、だ防御率は西鉄の方がいいんだよね。だからやっぱりすごく競ってたし、西鉄と南海もあの南海が11勝13敗2分けだから、ああ大切ですね。一方近鉄には21勝4敗ですからね、もうしょうがないですけど。ね、この年近鉄パルスがあの首位 の, あの西鉄に対して49.5ゲーム差ですか。そうなんです、はい、まあ、あの以前この前パルスの特集やって、これ最後のパルスの時だからね、この翌年千葉監督になるわけですよ。だからこういうそういう意味でその時代の変わり目に長嶋と杉浦が出てきて、で見事に長嶋と杉浦がこう引っ張ってったっていう意味では、この年っていうのはやっぱり意味があるっていうのはやっぱり自分はいつも思うんですよね。確かにね。なるほど。いや、奥深いですね。ちょっとキリがないですね。そうですね。
もう確かにもうね、まあね、あのただ、なんでしょうね、あの本当に現代のね、もう最強のエースの、山本由伸投手とほぼ変わらない成績を残してたということありますけど、うん、ただ杉浦さんの中で球界の七不思議みたいなことで言われているのが、うん、実はあのプロに入って、うん、その完全試合とかノーヒットノーランは一回もしてないっていうのがね、うんうんうん、稲尾さんもそうだよね。ああ、はいはいはい、うん、なるほど。だからそういうあの300勝とか、まあ、大エースでやってるの、うん、金田さんとかね、うんうんうん、ひょんなことでやる人いるもんね、うんうん、あの中日の近藤みたいに初登板ノーヒットノーランでその後ダメみたいなのもあるし、ね、あ、はいはいはい、まあ縁みたいなとこありますね。そう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 、ということですね、はい、じゃあ最後にちょっと、あのね、シーズン記録というか、はい、はいはい、これがまあ年生涯成績ですね。こうやって見るとあのタイトル取ったのって33年と34年なんですよ。うん、だから僕ね、なんかもっと取ってるイメージがあったんだけど、こうやって眺めてみると、うん、もう本当最初の3年4年ぐらいですよね。うんうん、さっきね、その迷宮会みたいな話もちょっとありましたけど、で実は、187勝だから球界には入ってないという。そうですよ、あと13勝、うん、ね、そうそうそう、だから僕なんかよく若い時に友達とこういう記録の話した時、泣ける数字っていうので杉浦さんがね、 あと13勝だよとかね、うん、でね、本当だ、そういう意味ではすごくあのどっちにしろ印象が深くてね、うん、まあ、小野さんとかどうですか、生涯成績を見て。いや、これね、やっぱり2年目だよね、うん、杉浦さんは何たって、で、この後日本シリーズでも、うん、まあ、ご存知の、あの大活躍でね、うん、4連投ね、うん、まあ、そこに尽きるんじゃないのかなって気はしますけど、本当だから、まあ、近藤さんなんかも短かったけど、うん、でも当時の大エースって、こう本当にもう、パッと咲いてパッと散るみたいな、なんかこれも、だからそこがまたね、なんつうんだろう、男の美学なんだよな、これが。だから杉浦さんみたいな人がね、うん、あ、すこう、まあ、武田さんなんかがそういうのは大好きなのはそこなんだと思うんだよね。うんうん、そう、やっぱりね、本当いいよね、うん、数字的にも、うん、まあ今はちょっとそのもうちょっと勝率がいいピッチャーって出てきたけど、38勝4敗って僕恥ずかしながら高校時の女の子に杉浦って38勝4敗だよってすごく中二病みたいな話をしてしまった時があるぐらい、全然僕そう、どんな話か分かんないだろうね。この女子はポカーンとしてるんだ。そう、ポカーンとしてるんだけど、はい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 、隣の、隣に座ってる女の子に、はい、おい、杉浦って38勝4敗だよとか言って、はぁなんていう感じなのを覚えてて、それでやっぱり勝率9割5厘か4厘ね。すごいですよ。だから真柴がその後10割やってもやっぱ38勝4敗だからとかさ、いや、そうね、勝ち数の、そう、貯金の数も違うからね、うん、全然違うよね、全然違うよね、うんうん、だからこの、まあ、これね、うん、だノムさんがもうちょっと俺の言うことを聞けば42勝だったみたいなこと言って42連勝みたいなこと言ってるけど、まあ考えてみると、もし礼拝だったら稲尾より先に42勝してたんだもんね。まあそうだね、うん、まあ、ノムさんの話はね、ちょっと割り引いて考えた。まあ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 。まあね、まあね、うん、いや、本当そうですよね、これね。もうだから、ね、まあ、ね、このチャンネルご存知の方は知ってるでしょうけど、黒い太字がね、まあ、リーグナンバーワンの成績で、うん、いや、でもね、本当に入ってから3年目までっていうのはね、もうすごい成績をね。上げて、その後ちょっとやっぱね、こう落ちていくあたりがね、なんかいろいろドラマがあるんでしょうけども、ね、だから本当昭和30年代をさ、うん、でも4オリンピックのね39年でも20勝で、うん、その後も完全に血行障害というかね、うん、だから、ね、本当にこう最後投げてるっていうね、だから本当にすごい時代って30年代じゃないですか、うん、だきっと今の僕らみたいなオールドベースボールファンは見た人いないんだよね、全盛期ね、うん。そう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 。いや、だから本当にね、今武さん話してましたけど、そのね、昭和40年以降、
あの官僚がやっぱり26で黒くなってますけど、うんうん、当然先発が減っていって、うん、だからまあリリーフで、ねうんまあ、転向したっていうようなね。で投球回数もやっぱりえらい少ないじゃないですか、うんうんうん、今だったら結構中継ぎとかリリーフで投げてる方だけど、うん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 、でこのとあの40年代もまた強くなってるんだよね、あ何回かね、チームがね、うんうん、だから43年は皆川さんが最後の30勝投手とかやってるし、うん、まあちょっと鶴岡部もあのすごいけど投げさせすぎだよなって今だと思っちゃうよね、うんうんうん、まあね、こう規定投球回数は半分ぐらいですもんね、シーズンその障害成績の中でね、うん、だから本当に今小野さん別に、まあ、昭和34年なんだよね、うん、権藤博さんと同じような感じだよね、うんうんまあ、杉浦さんのもっとすごいとかやっぱり日本シリーズにつながるところだよね、おそこだね、あそこなんですよ、もうとにかくその1年が本当にすごかったっていうね、そう日本シリーズまで行ってそこもすごかったところがこの特別な記録ですよね、この、うん、昭和34年の杉浦さんっていうのはね、うん、で本当かどうかあれだけど一人で眠りたいって言ったじゃないですか、うん、日本シリーズはとね一人になって、一人になって泣きたい、泣きたいか、うん、それが似合う男だよね泣きたくもなるでしょう、この成績で。そうですよね。これだけこき使われて、うんうんね。そう、本当にもう流してくれよって、ね。日本シリーズ も投げて全部勝ってさ。うん、そうですよ。4連投でね。大仕事成し遂げたって感じでしょう、うん。もうこれ以上のプロ野球の大仕事は他にないんじゃないかっていうぐらいの大仕事ですよ。うん、この杉浦さんのは。これはまたまあこれはこれでまあ別にやりましょう、新人を、ね、そうですね、いや本当にそう思いますあの、うん、なんだろうな、今でいうあのブラック企業に勤めて人で頑張ってみたいな、そうね、そういう切り口になるかもしれませんから、うん、これは別でやったほうがいいですね、もう24で55歳みたいな言葉を言ってますからね、そうですよ、もうね、人生達観したのかもしれないです、この年ね、けどこのね、うん、写真も本当フォロースルーは綺麗でね、うんうん、このグローブの、あの左手のグローブの持ち方とかもいいじゃないですか、うん、もうなんかこういうのあの本当芸術なんていうか銅像にしたいというかね、銅像作りたいねこれね、ブロンズ像みたいのでね小諸町でしたっけ、ああどうですかね、町会費、ね、町会費で作りませんかね、もうでもね、あるんですかね、なんかね、そういうゆかりのやつ、ね、ユーラーさんのどうなんでしょう ね、グラウンドファン、あの、ね、ファンディングとかでね、やりそうな感じだけどね、まあだけど本当やっぱりすごいピッチャーってのは数字だけじゃなくてなんかいろんな物語をね、うん、杉浦さんはちょっと持ってるから面白いよね、うんうん、ですね、だからねそれこそ本当に引退後もねまたこれもまた一つ、うん、あの別でやんなきゃいけないですけど、うん、ね、うん、南海ホークスがちょうどなくなって、うん、ね、うん、九州に行くときにね、うん、あの行ってまいりますという名義を残したね、そうですよね、うん、まあ本当早く亡くなられたのがちょっと残念でならないよね、うんうん、うん、ピッチャーは大変だよな、うん、なんてしみじみ言っちゃったけど、そう、もう本音が出ちゃいましたね、うん、はい、まあなんかちょっとあのやっぱり大エースっていうのを、まあ、語るっていうのはこう、まあ、まだ僕には役不足かもしれないですけど、あのね、またこういうもうやっぱ語り継がれていかないといけないですね。そうですそうです、そうです、我々の使命はそこにありますからね、うん、はいはい、なんか田端さんなんか他にこう記録のちょっと気になるやつとか杉浦さんのあります、ここ言っとかないと死ねないっていうのはないですか。あ、そうですね、さっきあのリリーフに転向した話が出たんですが、うん、ね、ちょっと数字が出るかな、またこれまあ、おそらくあの、まあ当時は西武ないんで、あの、これ全くないんですけど、はい、おそらく西武でも10セーブ以上はこれ多分昭和40年だと記録してるんですよ、ね。ああ、そうなんだ。だから本当にこう、縁の下の力持ちというか、まあ、もう見えないところの、まあ、当時に貢献してたっていうんですかね。まあ、表には、まあ、そんなに、大した数字ではないんですけれども、影ではやっぱり、まあ、全登板成績にしてみると、やっぱりこう貢献度は高いです、ね、あれですよね、あのメジャーだと、もう古いその
西部がない時代からも遡って今記録の本の中に西部ついてるじゃないですか。ああ、はい、やっぱ田畑さんもね今もずっとやってるからもうそれやっちゃいましょうね。過去の、ね、西部のない記録でも、うん、やっぱり、西部があったとかね、まあ、換算して、ね、またちょっと広めたい、ね、ホールドもつけられるというね。そうですね、すいません、田畑さんいつもなんかね、なんか宿題、すげえタフな宿題をいつも言ってしまって。そうですね。まあ、そういうの面白いんですよね。ねまあ、本当に。再評価しないといけないからね、いろんな意味で、ね。そういうところで再評価するネタができるかもしれないですもんね。はい。なるほど。まあ、じゃあ、そんな感じで。そうですね。はい、いや、まあ、今日もお腹いっぱいになっちゃったな。はい、はい。はい。ということでですね、今日の野球もチャンネル、これまででございます。皆さん、あとまたこれからもどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい